三振殺しましたからね、ブラタワーは。それだけうまいんで。前寄り、強い強い。右サイドに打つと、左膝。立ち技最強か。久々それは見えないか。すぐ見えてみました。ハイテク。ブラタワーのハイテク。両者なく、足技を飛ばす。この上段前寄りが嫌ですね。足を飛ばす。自由自在に足を飛ばす。マサトのローキック。踏み込んできた。ハイキック。リズム、膝キック。膝。大選手だったか。おー、つなぎ。ちょっとリズムが変わると思うんですよね。なるほど。そのパンチ。どこでどのタイミングで捉えるか。距離が危ないですね。ハイからフック。ジュアカオ。あ、いいかなと。いいですか。吉田マリンさん。マサトサイド。下がると思いますね。下がってしまった。ローキック。ローダウンスリップ。ブラカーを取ってくるブラカーを左ボディー、いいことやりましたね。左ボディアッパー、クを切った。ハイキックはガード。さあマサト、パンチで活路を見出せるか。パンチで活路を見出していきたい。膝が振る。そうですね、ちょっとこう見づらくなっていそうな、そんな感じがいかない。入った入った。さあまたチャンスだ。チャンスですよ。これ流れ、本来の戦い、本来の距離を取りたい。いくらマサト選手でいいでもね、やっぱ下がっちゃいますよね。ブラカーのミドル、ローからミドル。倒されてもいいから、とにかくかけてますよね、パンチに。はい。膝が飛んでくる。膝が飛んでくる。膝が飛んでくる。うわ、よく倒れた。マサト耐えている。ローキック。ミドルキック。踏み込むマサト。さあ。ムエタイ最強選手。ブラカーのミドル。ミドルを返しました。繰り返します。すごい。このラウンドで決着がつきました。10秒を切った。